こんにちは、あつしです。今回第8弾ですね。また使える表現をご紹介していきたいなと思います。今回の表現は Show me the ropes です。 Show me the ropes、これ何かというと、意味はコツを教えるとか、ね、やり方を教えてと、ね、いう表現になります。Show me っていうのは私に見せてっていうことですね。 Show me なんとかね。 The ropes、 rope っていうのは紐ですね。紐のロープです。の S がついて複数形 ropes ね。これどういうことかというと、昔、今もそうなのかな、船に乗っている人たち、船員さんですねにとっては、こうロープの結び方とかそういうことを学ぶっていうのがすごく大切でね。でそういう結び方とか結構独特なんですよね。なんでそういうのをこう、先輩の人たちから教わるとね、いう時に、コツをね教えてもらうというところから、この意味にねつながっております。 Show me the ropes と言ったら、コツを私に教えてくださいと、ね、見せてくださいと、ね、いうふうに使うことができます。もちろん me の部分、 me というのは私にと、ね、いうことなので、 show you the ropes というと、ね、今度はあなたに見せましょう、ね、教えますよということになります。なので I show you the ropes といえば、私はあなたにコツを教えてあげますよとなりますし、 Please show me the ropes といえば、私にコツを教えてくださいと、ね、いうことができますね。なので show 誰かですね、 someone ね、 the ropes ね、というふうに使うことができるよということをちょっと覚えておいてくださいね。これもすごく使えますよね。誰かに何かをこう教えてほしい、ね、コツを教えてほしいって時に、Please show me the ropes、ね、そんな風に言えると、なんかこうちょっとおしゃれですよね。 Please teach me とか、ね、Please tell me より Please show me the ropes、ね、ちょっとかっこよくないですか。でこういうなんていうのかな、イディオムって言われるんですけれども、慣用句みたいなねものって、前の動画とかでも言ったんですけど、その意味とかね、そういうものを知らないと、その単語自体のその意味だけ知っているだけではわからないんですよね、やっぱり。なのでやっぱり覚えていて、知っているか知らないのかの問題になってくるのでね。やっぱり知っておいて損はないかなと思いますし、結構最近ではその難関大学の英語の、ね、試験なんか、受験ですね、受験の入試問題とかでもそういうものが出ているので、ね、受験にも実は役立つと、ね、いうことが言えるんじゃないかなと、ね、思います。結構ね出てるんですよ。でやっぱりその穴埋めとかになってると、本当知ってるか知らないか、例えば show me the なんとかってなっててね、ここに当てはまる言葉を書きなさいっていう、問題があった時に、もうこの show me the ropes っていうのを知らないと、ね、文脈からこういくら判断してもその ropes っていうのは絶対出てこないので、ね、なのでこういうのも一個一個こう、ね、楽しみながら覚えていけると、ね、そういうところにも役立つと、ね、いうことをちょっと知っておいてほしいなと思いますし、モチベーションにもね、つながればいいかなと思います。はい、ということで Show me the ropes、ね、覚えておいてください。はい、では今回はこのぐらいで、またね次回お会いしましょう。またね、 See you。